こんにちは、重心定一門のケイドラです。こんにちは、リーダーのアボです。はい、お願いします。お願いします。まず、ね、モンストグランプリチャンピオンシップが終わりましたということで、はい、僕らは3位でした。まあ、ね、準決勝で惜しくもアラブルズに負けてしまって、アラブられた、なんですけど、まあ、投票率1位ということで、本当に 27.5% が、モンスやってる人の4分の1の人が、まあ、投票してくれたということで、本当にありがたいことでした。で、まあ、一番いいオーブ届けられなかったのは本当にこちらも残念なんですけども、まあ、精一杯頑張ったつもりなので、モモチの活躍に免じて許してもらえればなと思います。はい、で、今日はネタバレというか、まあ、自分たちのどういうピックを考えてどのキャラを取ったのかとかっていう話ですね。まあ、手の内を披露しようという話です。こんな感じです。はい、でまず、ヒーに関しては、アラブズと戦ったヒーの先行後攻に関しては次の動画で話します。で、今回は木の TA と水の、まあ、先行後攻の話をしていきます。まあ、これをリプレイ、公式さんの動画とか見ながらやっていくんですけども、まず木の TA ですね。僕が大先輩したんですけど、まあ先輩というかね、あそこの2手目はマジでむちゃくちゃ難しいんですよ。まあ練習でね、あの本番の端末使ってずっとやってたんですけど、まあ9連続決まったりとかね、まあ前日もいい感じで仕上げてたんですけど、まあ本番決まらずということで、まあ練習でどんだけ決まってても、まあ、8割方決まったんですよね。でもやっぱり本番でね、やるのは難しかった、難しかったっていうことで、まあ他の2手抜け狙ったチームは全部決まってたんで、まあ、それは本当にお見事です。僕の、まあ、力量不足でしたという話です。で、まあそれがもし決まった時の場合の立ち回りですねを見ていこうと思います。ではスタート。まあ割と結構有名になっちゃったんで、まあ、知ってる方も多いと思うんですけど、まあハナップのオツくんのところ、オツくんが途中までほぼ理想手で、もうボスまでは理想手、ボスまで完全手でやってた。ここですね。はい、マジで目印がめちゃくちゃ難しいんですけど、まあ結果何パターンぐらいあるのこれ。俺は、まず4つぐらいに目印つけて、そこから微調整した。でもやっぱりね、端末 iPhone でやるのとあれでやるのとは全然違うから、ね、まあまあまあ、まずここも難しいですよ、この 4P も、はい、4P がね、こう遊具触れながら一貫で椅子上がりして倒すという、はい、これがマジでむずいです。やってみたら分かると思うんですけど、まあ10回やって何回成功するかっていうところですよ、本当に初期位置に左右されるっていうところ。そうそうそう、初期位置が低かったらもうちょっと難しいんですけど、でここは遊具触れたら絶対倒せるんで、まあ剣持ってるからね。でブラフマンは次の位置を配置してあるんですよね、フカヒレね、フカヒレ、そうフカヒレ、はい、ここで1点抜け狙うんですけど、ちょっとね iPhone の目印がやたらとブレて時間かけました。これで話そうか。次にユグが動くターンなんですけど、剣持ちのユグだったら、爆発で誘発してドライパルス出して価値をワンパンできるんですよ。まあ、そのためにフカヒレは絶対価値が当たる位置にいとかないといけないんですけど、まあ、これボスに近いと思うじゃないですか。でもちゃんと雑魚でくるんですよね、はい、まあ中心部に向かって、ボスの中心部が出るんで真ん中より価値の方が近かったんで、でもこっからはもうハマるだけ、ハマるだけです。でバフは大切ですね。で次ワイヤータープがいいところにいるんで、ノムの全敵メテを発動してからやろうと思ったらまあこういうラッキーも、ラッキーというか一応まあ狙いもあるんですけど、まあわよくばって、まあ10点抜けとか、まあ遅くても、まあ、13点抜け、次のフカヒレまでには、まあ、ほぼほぼ間違いなく抜ける立ち回りなんで、まあ、2手目と4手目をしっかり決めれば超速い立ち回りとなっております。まあこれを見せたかったんですけどね、まあうまくいかずでした。で、まあ、結果的にタイムアタックね、最下位ベベでした、ベベ。しかも、まあ、リプレイ見れば分かると思うんですけど、僕たちが練習の時に一応2手目ミスっても2分30秒とか出る立ち回りなんですよ、あれって。ただね、ミスが、ミスというかまあミス、まあ入れ番もあったし、入れ番もあったし、なんかユグが3手目でなぜかバフもらえなかった、多分ちょうどミリ足りなかったみたいな。基本的に1、2、3でハスハスで真ん中に帰ってくるんですよ。その時にロンドが直でハマりに行った時に
ちょっと寄せて爆発誘発で拾えたりとかっていうのがあったんですけど、あの1いつも言ったらもらえてたはずなんですけど、なぜかもらえなくて、まあタイミング悪かったらよくわかんないですけど、でその後からちょっと崩れ出して、価値でもう何点かかったんだろう、4点かかったんです価値も。そうやね、俺が行った時に入れ番してなんか帰ってきたよな、まあ、右上から行こうか最初迷ったんやけど、まあ、ちょっと角度だって1周先の前やったら抜けたんじゃない、湯具で無理やし、いや深ヒレで抜けたわ、深ヒレで抜けたんや、ノンノで4処理して多分3次3、あそこそこそこで、そっからまた崩れちゃってね、湯具のバフ配置も見せたもん、あの捨て荷で上の方行ったん、あれはもう焦ってたっしょ、多分いつまでちゃんと爆破配置してたのに、なんか上飛んでったしさ、そう、あれは、うん、そうや、まあ本番のタイムアタックでミスるほどなんか緊張和らぐんですよ、どっちかというと、うん、マジで、うん、あれでやらかしたみたいなことで、まあかなり落ち込んでて、僕3時間ぐらい落ち込んでた、多分2時間ぐらいかな、ずっと落ち込んでて、1時間寝たもん、1時間寝ましたもん、ちょっとすっきりしなかったんで1時間寝て、で次水ですよ、水はね完璧だった、完璧でした、あのリプレイから見ていこうと、にぎやかタックス、にぎやかタックスですね、行くぞマジでこれ面白い、多分字幕つけたら面白いと思うけど、どう食べるか、はい、まあ初手はまあ水くんが頑張ります、ただこれは先行に関しては僕らこのパーティー取るつもりでした、というのは 4P が葛飾ですね、まず先行葛飾取って次に、相手が、まあ、内地セシドを取ってきたら陽線と、桃地かな、で桃地はマジ代用ないので優先度高めです、はい、で最後に反射枠という感じだったんですけど、まあ立ち回りは全く一緒なんで、まあ動画を割愛させていただきます、ここのタックスはなかなか配置が良かった、配置良かったですね、直で行ける時と下壁経由で行かないといけない、先位置高い時はぐるっと回る感じで打つんですよ、抵抗戦記が良くて、あれがむずい、そしてで最初は桃地で弱点来たら抜いてたんですけど、うん、抜いた時のタイムとあえて配置をした時のタイムだと安定感の配置の方が抜群的に高くて、うん、でも配置に拾うっつって、うん、ここでタックスがアボさん配置ねって言ってるんですけど、気持ちで負けるな、うるさいよ、ね、これわーって書いてる、ヘッドセットやからさ、ここはまあ配置です、配置してで、これがねちょっと上げないといけない、見せたら分かるけど、そう、仮に弱点引いてなかったとして桃地横貫するじゃないですか、そしたら、まあ、半分は削れるんですよ、その後に横貫するじゃないですか、貫通で、そしたら桃地がなんとブロックの左にずらされるんですよ、だから今ちょうどいい位置なんですけど、マジで次のこのボス戦でのブロック上に乗らないんですよ、あれがダメだったんで、あの俺は配置しました、さあもう上に上げちゃおう、抜けずに、コミケのラグもあるんで、うん、まあ、ここは一番成功率の高い内陣を最初に取るっていうことで、このリスクはもう完全に、うん、仮に弱点引けなかった場合でも、7割は削る、もうちょいかな、8割ぐらいいける角度は見つけてて、8から、まあ、決まれば9はきついかな、9はきつい、まあ、8割はいけるぐらいの角度を見つけてて、あそこはそのブロックとボスの丸の中左側かの一番狭いとこ狙うとズズッてめっちゃ減るんで、あれなんですけど、まず、まあ、高校のピックの話をしますと、まあ、葛飾絶対で取るじゃないですか、取ってきて、でこっちとしてはまず内陣欲しかったんですよ、で内陣っていうのはまず2手目でゲージを切れて雑魚がワンパンできる、プラス、4捨てのバハムートもゲージが切れてワンパンできるんですよ、横貫すれば、それが葛飾に勝つためのタイムの削減になります、これが本当に大事なんですけど、まあ、1秒でも、タイムのロスを防ぐために、僕もあのゲージはマジでワンゲージギュインギュッってもう全部いってます、2手目も4手目、2手目と6手目が、次に取った桃地ですね、なんでここで桃地取んねんっていう人がいたかもしれないんですけど、桃地の代用っていないんですよ、僕らの中には、で仮にここでまあ接種とか取るじゃないですか、そしたら僕らと全く同じ考えを持ってるチームだったら次桃地取ってくるんですよ、そしたら僕らオアです、完全に詰みます、なので
代用が全くないキャラは絶対最初に取らないと勝てないんですよ、うん、なのでここでモモチ取った、あそんなピック分かってねえなこいつらって思った方はまあエアップですわピック雑魚っていう感じなんですけど、まあその簡単に言うと、うん、今僕たちのやった高校編成のモモチ対、うん、練習不足さんのやってる順手の葛飾編成って、うん、タイムラグを考慮した時にモモチの方が早いんです、うん、なのでここでモモチを取らずに仮に相手に取られた場合もう100勝てないんですよね、うん、ただ相手が9手をやってこようとした時は、まあ、相手がミスって勝ったりとかあるんですけど、なのでモモチをもう2手目に取ってしまうことでウルズはクシゼロでも OK だし、うん、まあ、最悪タケミカズとかでも大丈夫、うん、例えばこっちがナイチンモモチ相手がクシ、ウルズクシゼロとか取ってきたらこっちは摂取取れるし、うん、で 4P の優先度は摂取ヘングレ、豊臣秀吉弱点キラー、まあ、出てなかったけど秀吉がいた、一応秀吉が裏にいたんでヘングレカレに取られた場合は秀吉でよかった、そうで最悪摂取、まあ一番いいのは摂取なんですけど、うん、まあ摂取は取られるだろう、まあ、っていうことで練習の時はずっとヘングレで、まあまあ、だから代用がいるキャラは全然後回しないんですよ、強くても、うん、別にそいつじゃなくてもいいんで、そう、ただほんまに代用がないキャラない、例えばさっき言ったナイチンだし、あとモモチですね、スピードが抜群にちょうどいい、うん、そう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 、絶対そこに来るからブロック上にまじでもこれは、欠かせなかったみたいなんですよ、だから高校でむしろ良かったくらいの感じなんですけど、うん、だから相手が順手通りやってくるだろうと予想のつく練習不足ださんだったから、まあ堂々と同じ変数立ち回りで戦えたかなっていう感じです。なんかうちらは相手のピックを潰す云々よりも自分たちがやってきた最速の編成を出すっていうところで、相手が例えば違う考えを持っていた場合ピックの潰しって全く無駄になってただ不利になるんで、同じ立ち回りをすれば絶対に勝てるって分かってたら理想パを先に組む方が勝率は上がると思ってます。まあ、僕らが仮に先行だった場合、まあ、まず葛飾取ります。で相手が桃地編成だった場合、まあ、僕らと全く同じ考えだったら、まあ、2手目最初の2体で桃地取るんですけど、桃地は絶対あの先行には入らないって思ってる人は最悪最後に取ってもいいやって思う人がいるんですよね、うん、例えばまあ摂取内地に取ったりとか相手の火力潰した方が相手のキラーを取ろうっていう風に思ったりとか、摂取内地に切ったりとか、うん、まあ、ゲージの切れる陽線とか、うん、内地とか、うん、あの辺潰そうって言って最初に取ってくるチーム、うん、っていうのもあると思ってて、そうなった時に次モモチをこっちが取ってしまえば相手は順手のキラー L なし、こっちはキラー L2 体で、もうで、これと同じ立ち回りです、ね、そう、同じ立ち回りができるんで練習パターンが一つでいいっていうメリットと、まあ主に練習パターンが本当に4P だけなんで違うのって、うんうんうん、これ 4P がヘングレと葛飾ってちょっと動き変わるんですよね。そうヘングレだといけてたところも葛飾だと3対1で止まったりとかっていうのもあって、うん、マジでベストで抜かないといけないんで角度がちょっと違う、どっちかというと戦後の方が立ち回りはむずいむずい、まあ、ただやってることは一緒で、そうそう、まあ、一応相手潰しになってるから、まあ、仮に相手が摂取と内地に取ったら僕らは桃地と陽線を取りました、うん、で最後に反射枠渦根も口でも余ってる方を取るっていう感じですね。で陽線も同じように内地と同じようにあの動きしたら下に来るんで大丈夫なんですけど、内地との差は4捨て目のバハムートをゲージ決めないと倒せないので、そこのロスが若干あります。内地がやっぱり正義でした。聞こうか、あのみんなの会話を。これね、さっき多分聞けなかったからちょっと字幕つけながら見たいんですけど、はい、こちら、まあ、愛中戦で1問を中心に見ていこうとは思うんですけれども、まあ、途中まではいつも通りという感じですね。そうですね、そうですね、コーチのところから注目です。こっからですよね、はい、このナイチンで左三処理ですよね、まず、はい、はい、ここはまあよく、あ、そうですね、ここで左に行って、はい、そしてここのモモチですね、アーボーさんですね、ここがさあ、どのこの階段でトン止まりたいと配信、これで階段でやった後さらにあの位置に止まらなきゃいけないんですよね。いやマジ職人すぎますね。そしてこのヘングレも触っちゃいけないんですよね、やつに。そうですよね、触らないよ、触らない角度、うわー、すげー、3
璧完璧完璧あのアンカーのタックさんめちゃめちゃテンション上がってました。はい、そして仲良さそう。オッケーマジでオッケー。だいぶね声出てますね。はい、声出てますね。よし練習不足はまあここセオリー通りですよね。ここまで非常にセオリー通り全くミスはありません。はい、全くありません。その通りでいける。その通りでいいよ。その通りオッケー。いやいや、この試合負けんな。この後のモモチですね。はい、ここを中央のためかと思いきやちょっと上に増やしてますね。はい、まあまあとやるわけですね。まあまあまあよと、これが狙いだと。横にいるわけですね。ヘンデルとグレートルがしっかりとキラー、ヘンデルとグレートルのゲージしっかり左弱、しっかりとループ引っ張ってきます。練習不足このオービンフット。さあ練習不足はこうとりあえずここまで一切ミスはない。ミスないですよね。そして、ほぼ同時にボス戦突入しましたね。そうですよね。ここに並んでるんですね、重心亭一門さんが。はい、1秒まで食いついてきてるわけですね。そしてここのケイドラナイチンゲール、そうですね、これで倒さないともう桃地連れてきてる意味が全くなくなった。これ緊張の一瞬だったわけですね。はい、そして練習不足がここでバウンドしてできなかったんですね。そうですね、この1体残ってしまったので正式に本体で殴れないと。そうですね。さあそして弱点も来る。いやー、いいもん、本当にすごい、すごいね、やっぱこれは弱点来なくてもいけたんですかね。俺ですか、ヘッドコンです。結構今タックス、アンカータックスなんて。タックスが元気でした。タックス元気でしたね。うん、可愛かった、面白かった。まあそんな感じで、まあ水に関してはワンパターン戦法でしたから、まあ仮に相手がモモチ取ってきたら、まあいつも通り通りの予選でよく見たあの水の立ち回りになります。まあそれこそ練習不足さんがやってる立ち回りです。まあまあまあそうやね、完全にこれなんですけど、まあ練習不足さんに後から聞いた話によると、このモモチの編成を知らなかったらしいんですよ。だからまあその取らなくてもよかった、結果的にはモモチを。まあね、結果的にはよかったんやけど、まあ、普通にやっぱ相手何してくるかわからないっていう不安があったらしくて、だから一番無難な最速やったっけ、を出せるパーティーを選んできたらしいです。サタン遊具とか予選で見せてたんで、うん、俺らはそれで来るかなと思ってたんですけど、勝手それで来ると思ってたけど、もう普通に接収ロビン取ってきて、うん、多分マジで予想外だったと思います。っていう感じですね。うん、まあこれもほんまに何やろな、割と改良に改良を重ねた立ち回りあって、うん、まあ、ほんまに最初はワンパンしてたし、桃地でそう、最初は弱点引いたらワンパンしてたしとか、まあ、そうなると、まあ、積むところがね多々あったんで、ブロック外に出ちゃうと、もうせっかく桃地入れてんのに火力出せへんっていうので、うん、どうすれば桃地の火力を最大限活かせるかなっていうのを、まあそのマネージャーやってくれてた風也くんっていう子がいるんですけど、うんうん、その子と一緒に何回も試行回数重ねて、どうするたびにどこに配置すると一番いいんやろうかっていうのを考えたときに、うん、桃地でちょっと上げて、うん、ヘングレで削ってるときにさらにちょっと押し上げれるぐらいのところに止めてやろうと、うん、ただ角度をつけすぎると弱点が来たときに入れ板してあの中ボスの頭の上に行ったりとか、ね、ウルズの近くに行ったり、ウルズをずらしたりもあるし、うん、まあ、今回は割とほんまに完璧なところにいたんで、神理想なところなんで、まあちょい上げで 4P でさらにちょい上げでブロック内完全に来て、まあ弱点引いたら弱点やし、弱点来なかったら角ぐらい画面端狙うと一番狭いところがあるんですけど、そこにちょうど桃地がガッて止まるんですよ。だから止まり早いしっていうの でかつ 4P ループした時にブロックの真ん中にいるんで、縦かんしたら弱来たら終わり、うん、まあそんな感じですね。です。だからピックは割とほんまに練習通りの感じ、練習通りで、僕らは高校で何を捉えてもこの立ち回りを絶対できたピックなんで、まあ自信、もう練習は一本しかない、自信しかなかったです。水は高校の方がむしろ早いんじゃないかと思ってきてて、順手でやるなら。だからまあ弱点なかったら負けてたんじゃないかって言ってる人もいると思うんですけど、勝てました。普通に勝てます。大丈夫です。対戦で2分14ってめちゃめちゃ早いから、はい、普通にワンパンでギンクでも2分22、3とかでは多分終わる。もう1手で多分終わった。ヘングレの位置も良かったです。ヘングレ角度100いけた、うん、ただまあ練習の時はずっとクシゼロ使わせてて、水くんには、うん、でゲージの速いのに慣れてもらってたんで、うん、まあゆっくり決めてくれた。そうやな、うん、相手がそうウルズ取ってこへんかったからありがたかった。3、4、まあ多分、うん、練習予測算的にはこっちの火力潰しに来てたよな、完全に。セッシュとロビン取ったから
でも僕らはね、考えてなかったんですよね、その2体は。もう選手は絶対ないと思ってたけど。ロビンとか確か入ってないね。ロビンは、いや一応ピックにはいるけど、かただ使わん。使う気ない。もう12体何入れようって言って、うん、正味内地と思うってさえあればあと何でもいいから。そうそうそう。もう反射とか4体入ってたし、何取られてもいいよ、ね、うん、だから反射3の潰しまでは対応できてた、うん、もうどうでもいい、反射とかマジどうでもいいから、とりあえずもうウィズクラやったら絶対決めれるから、うん、で、まあ、貫通も奥を固いついたらね、また強豪チームが出てくると大変なんですけど、まあそんな感じで内容聞かないけど早めに取っといていいよっていう話でした。うちらの思考はそうです。じゃあまあそんな感じでおしまい。おしまいです。応援してくれた方本当にありがとうございました。おう、届けられなくて申し訳ないです。まあここなんで頑張って頑張って引きましょういやでもやっぱ2連覇がどれだけ難しいかっていうのはよく分かりましたね。まあその日に関してはまた明日話していこうかなと思います。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。チャンネル登録、ツイッター、フォロー、お待ちしてます。お願いします。では、はい。